はいどうも、タモリ流 YouTube のお時間です。よっしゃ行こう。はい、というわけで今日はね、この MPC スタジオブラックを使って遊びたいなと思っております。このタモリ流チャンネルの YouTube の、ちょっとした BGM を作っていきたいなと思っています。制限時間も30分とかでね、サクッと作れたらと思ってます。よろしくお願いします。行こう。それではね、立ち上げていきたいと思います。はい、 MPC 電源入れます。で、したらこっちのパソコンも立ち上げます。なんだろう、購入してからちょっと時間は経ってるんですけど、なかなかこう触る機会がなくて、触ってませんでした。で、僕はこの4000 MPC の4000というのも実機で持っていて使っていたんですけど、こっちはもう本当に全然触れてないですね。このパソコン上でこういじったりできるようになったっていうのがスタジオなんですけども、でどんな楽器かっていうと、これサンプラーと呼ばれてます。そう、楽器としてはサンプラーという楽器になります。はい、じゃあこれを使って急いで作っていきましょう。MPC! で、立ち上がったら、そうですね、まずは素材を選んでいきます。サンプラーというぐらいなんで、サンプルしていきたいなと思ってます。iTunes とか、YouTube とか、いろいろね、選べるんですけど、今日は iTunes から、メインの素材を選んでいきたいと思いますね。iTunes 立ち上げます。で、自分のライブラリーの中から何の曲にしようかなと思ったんですけど、これはサンプリングなんで、何の曲をサンプルしているかは当ててください。コメント欄で、コメントくれたら嬉しいなと思ってます。著作権とかあるんでね、なんか怒られたりするのかな。はい、ちなみに尊敬するアーティストの曲をサンプルしていきたいと思います。はい、そしたら曲を選んだらぶち込んでいきます。はい、まずまな板の方に入れていくような感覚ですね。はい、そしたらこれをエディットしていきます。エディットというか、調理していきます。もうアーティストはいっちゃおうかな。大人子供というか、何スターチルドレンでございますの曲でございます。和俊様の声の部分は使いません。桜井様の、なのでどんどん波形で切っていっちゃいます。今回ね、こう機材のこう操作動画ではないんで、ガンガンいっちゃいます。で、使いたい部分を選んだら切っていきます。はい、切り刻んでいきます。なんていうんですかね、これ使わない身を削っていくというか、食べないところを切っていくみたいな、鱗を削いでいくみたいな感覚ですかね。違うか。 Do it。 はい、で今、そう、某ドラマになってましてね、の曲で、妻夫木くんと柴崎さんが出てたですね、ドラマで、僕の年だとみんな見てるドラマだったんじゃないかなということで、この曲好きな曲なんで、この曲選びました。したらチョップ刻んでいきます。素材で使う部分決まったら今度刻んでいきます。チョップと呼ばれるものですね。そう、なんでね、こう曲名を明かさないかとかって、その、ヒップホップとかだとこう聞いていって、あれ、この曲ってひょっとして何々の何の曲が使われてるネタなんじゃないみたいなのとかってすごい楽しいんですよね。元ネタ漫画とかでもあるじゃないですか。こうパッと出てきて、あれ、これって元になってるのってあの人みたいなのあるじゃないですか。そういう、ちょっとそこから探していったり聞いてみたりするっていうの楽しかったりするんでね、何の曲かっていうのは当ててくれたら嬉しいなと。コメント欄に、どうせ大喜利するだろ、どうせ大喜利するんだろ、ね、そしたら次ちょっと素材を色を変えていきます。ピッチね、ちょっと落とそうかと思ってます。今回はちょっと音程を低くするみたいな感じですね。5下げました。
どんどんいきますよ。なんか音程変えると、まあ、その曲っぽくなくなるっていうか、ぽさを消すっていうか。はい、5下げました。順をですねチョップしていきましょう。チョップっていうのは刻んでいくっていう意味なんですけど、まあ、今回手動で流しながらやることもいいんですけど、スレッショルドという、まあ、音の波形の、まあ、切れた音の音程、なんていうんですかね、音量かなで切っていくスレッショルドというものでやっていきます。今もう切れました。はい、切れましたんでこれプログラムに入れてきます。はい、できました。そしたらこれでメロディーは完了かな。はい、でこれをアサインしていきます。これを録音していきます。はい、もうどんどんいきます。BPM 決めますか。タンタラン、こんなもん。もちろん、タップで決めれるんで、83くらいですかね。はい、じゃあ取っていきましょう。こっちよりこっちの方がいい？ああ。やり直しましょう。こっちに変えましょう。足んないのか。もう一回取り直そうか。そうか、もう一回、そしたら違う感じでも打ち込んでいきましょう。これにハット入れていきましょう。次はメロディーできたんでね、これ聞きながら、これハットはすいません、もう、自分の中でなんかこのハット、まあ、今回はダブっていうのを選んでるんですけど、はい、今回は次ハット選んでいくんですけども、ダブステップのものを今ハット選んであります。まあこれですよね、これハットチチチチチってやつで、これ聞きながらどんな感じにするかっていうのを決めていきます。まあこれでいきましょう。で決まったら、作っていきます。
うん、OK です。そしたら次はもちろんスネアっすね。どんなのいきますか。感じでいいかな。はい、所要時間30分ぐらいじゃないでしょうか。できました。で、まあ、なんとか形になったかなと思ってます。通常であればここに何ていうんですかね、ビートの抜き差しとかミュートしたりとかして展開作ったり、サビのところはもうちょっと音数増やしたりとか、逆にエメロ音抜いてみようとかあるんですけど、まあこんなもんかなと思ってます。 BGM にね、 YouTube の BGM 用になればということでチャンネル用に作りました。ちょっと聞いてみましょう。なんか形で上がってるね。でこれにラップ乗せちゃえばもう曲ですからね。 Hey 30分弱で作る曲、YouTube 自分のチャンネル、 BGM 用に各打つよ、格別な曲になるように、Yo、 いいねとチャンネル登録よろしくね。スピーカーから出る音奏でる、自粛期間中作った曲はどこに使うみたいな話で楽しくなる、コメント欄がしっかりと埋まる、大喜利用じゃなくていいね押したりとか、ちゃんとコメント欲しいけれども大喜利で十分楽しめてるから、これまだまだいけるとか言いつつだぜ。家であんま大きい声は出せないが、この曲は誰の曲、大人と子供あの人の曲、ミスターチルドレン、さて曲名は何でしょう、大喜利欄で。というわけでね、なんていう曲か分かってますよね。もうみんなドラマの主題歌とか言ってるしね、もうググっちゃえばすぐ分かっちゃうんで、はい、こんな風にこうビート打ってメロ作ってラップしたらもうお金なくてもめちゃめちゃ遊べるぞみたいな感じですんで、もうこいつ、皆さんも使ってみてください。使ってみてください。違うか。はい、というわけで自分の、何ですかね、チャンネル登録よろしくねの時の曲かなと思ってます。あそこサムネイルとかもね作るといいですよね。はい、そこで流す曲ができたかなと思ってます。これ使っていきますんで、また機会があればね、もうちょっとカメラ2台とかでやりたいですよね。手元とか映して、とかもやっていきたいなと思ってます。もう30分ノーカットで、作っていくとかも楽しいかなと思ってますんで、そういうのもやっていきたいなと思ってます。はい、まあ、肝心のね、弾き語りまあ普段はギターを、弾いて歌歌ってるんですけど、まあ、そっちの方の報告も、すぐに上げさせていただきますので、そっちもチェックよろしくお願いします。はい、タモリ流、あ、ここにありますけども、物販の方もですねやっておりますんで、自粛期間中、よかったらいろいろ覗いてみてください。はい、じゃあ今日はね、自分のところで BGM を作ってみたという企画でございました。また次回お楽しみによろしくお願いします。まずはチャンネル登録よろしくお願いします。いいねも高評価ですねよろしくお願いします。はい、それじゃあタモリ流チャンネルでした。またお会いしましょう。